掛け穴をしっかり生かしていくと。さあ、レート1万1000。これさっきの、スナイプした方と、多分名前変わっていけば同一人物だよね。よし。レンパフェ取ってもかなり耐えたからね。しかも、5秒前行動、5分前行動してもかなり耐えたからな。ワンチャンマージまで行くんじゃないかレベルになってるからね。さすがだね。よし。おら、おら、おら。ふい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 。おお。ハイパーハードゲット。まだやってるんですか？そうですね、まだやっております。ほいほらほらほら、まだ TT15 か。相手が考えてる間にこのローテーション X を送っていき倒していく。ありがとう、楽しかったよ。5秒前コーダーもあれ誤差ではあるけどね。ほいほいほい。でもその5秒が非常にこのね1試合勝敗をね分けたりするんでね、あの戦法。ほらほい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 。ほらで、相手がカープするとなかけだけども、これは軽くで刺さっていく。よし、ありがとう、楽しかったよ。リリホー、おら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 、ウィー、ハイパーハードロック相手になったらあわあわしてしまいそう。まあ、それはね、あるかもしれない。結構まあ俺とそのやるときは緊張するって方も言ってる方がね、多かったんでね。ウィー、そこは結構ね、離れとかしていかないと慣れないブルーではあるけど難しいかもしれない。ほいほいほい。で、テトリス打ってきて、ほら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 、オッケー。そうですね、キャラ性能差はこのゲーム全くないんでね、好きなキャラクターを使えばいいといった感じです。俺もね、キャラクターランダムにしてるんでね、今回は X を使っていったと。よし、はい、こんばんは、いらっしゃい。さて、ちょっとね、そろそろ連勝数が見えなくなってきたので、ここで一旦連勝数を確認していきましょう。初見ですよ、初見さんもいらっしゃい、こんばんは。1545か、もうあとね、50までに5回、5回ですね。結構来ていた、小一以外のグループでいきましょう。マージンっていうのは、その開幕始まってから、96秒ね、経過するとできるシステムで、一発一発の攻撃力がめちゃくちゃインフレするという、体制があります。おい、ほらほらほら。で、これずれてはいってるけども、あー、これでももうあれだな、そこに下っちゃうと即座に打たないとこれは負けが来る。うん、これかなり不利ですね。ほい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 。とりあえず待ってて相手に穴を利用させないようにはしていきましょう。でも相手出っ張ってるから穴確認する手もありかもしれないな。はい、Jスピンが一発でできればして積んで発火して間に合ったけど、ちょっとね、Jスピンがあのグダっちゃったからね、これはもう間に合わないんで、特大に打っていく体勢。おいほいほいほい、ほらほらほら、長くなると予想。とりあえず、まあでも、下のまでは多分、送ったとしても利用されないとは思うけども、まあ、全部操作当てたいからな、とりあえずな。ほい。相手これ中開けだね。おいほ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 い。刺さっていて、とりあえず総裁を当てていく体勢で、俺もね、下穴は確実に利用できないんでね、これはだいぶ不利です。かなり不利。ほい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 。本当に入りません、定期。ここで入れたいけどね、このジェミのね、入れると致命傷になっちゃうんで。相手に即悪化されてね。とりあえず、当選当てていく体勢。ほい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 。おいで、テトリス難しすぎる。ちゃんとね、この相手画面をね見つつ受けとかも用意しておかなきゃいけないからな。ほい、オッケーオッケー。妥協気味いっておいて、で相手もまあ連としては全然繋がるな。入れるけど、そうそうそう、これね、ちなみに、ジェイミノがその置いてるところの形あるじゃないですか。あの形で入れることができるんですよ。ジェイミノのネクストに見える、そのままの形じゃなくて。で、ちょっとカサカサ忘れたな。ほい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 。そこカサカサ忘れたのはちょっと、隅がでかい。けどもでも多分、相手に利用されないと思うんだよな。あー、利用されるか。ガンフリになったのこれ。負けかクラスになってしまったかもしれない。ほいほいほい。ちょっと俺が傘がしなかったのがだいぶ悪かったですね。
おら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 。ね、さらに総裁を外されてしまう。きついな、まあ負けかな、これはさすがに。うまいタイミングでラグを食って相手にミスを強要させるしかないクラスだけど。ほい。ほら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 。さすがにね、無理じゃない。下のくらなければワンチャンぐらいはあったかな。うん。傘がちょっと、傘がすんの忘れたのか、買いになったね、今完全に。おい。ほらほら。さあ、でも引っかかった。おい。ほらほら。で、8連休連休連休。OK。フリージゴ。あれはちょっと今のは俺が悪いね、さすがに。告知したのよくない。ピン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 。ほら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 。ふい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 。で、今度は相手はかっつりはしゃぎか。ふいふいふい。早めに発火で。相手多分ね、あれ結構間に合うの時間かかる。多分これは押し切れる。オッケー。よし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 。いや、面白いけど全然わかんない。そう、相手の攻撃を受けてから、まあ、カウンターね、お互い狙ってるために、ああいうふうに、待ち体制になるんだよね。ほら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 。で、DD ホーカー。おぉ。詰みすぎた。やらかした。まずい。リーチかけられてしまった。はしゃぎに行ったんだよな。DD ホー。よくねえな、これもな。ちょっと業種見てたな。おい、ほらほら。もう相手がはしゃぎだろうっていう大前提を踏んでしまっていた。ほうほう。おいおいおい、ほら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 。で、相手エルミをミスってる。おい、ほら、リーチかけられてしまいましたね。まあ一応連はつながる。まずいぞ、これは。非常にまずい。だがしかし、一応連はつながるんで。おい、とりあえず一安心感はあるけども、ワンミスがね、致命傷になるんでね。どうせ箸開きだろうっていう俺の意識配分が働いていて DT4 が直撃してしまった。相手は真ん中あんまり詰めてないから、あーどうだこれ、微妙だな、微妙すぎる。おい、若干有利なのか、さすがに、さすがに若干有利っぽいな。おいほ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 い。テクトニック相手のね、まあ、一応ズレもあるからな。ただまあ連のリソースとしては、おい大体同じぐらいだから。ほい、ほら、なんとも言えない状況である。ぶっちゃけホールドしているからでしょ。ほいほいほい。相手画面ばっか見てるな。これ飾り忘れたりしてね、設置されちゃったりするからな。ほい、ほら、ここは最大限まで飾って大丈夫。うい、ほら、おげ、ステライネランス、ジェルネイル、あの Z ミノとか S ミノは最大限まで飾れるからな。おげ、かなり妥協気味いっておいて、ほら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 。お、撃っていくのか。おい、なるほど。そこに奇襲に来るパターンか、新しいね。おい、うるさまより、ほら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 。まあ一応さすがに有利なのかな。でも一番ね、下穴があれなんだよな、右側に来てるから何とも言えない、これ。ぶっちゃけ、おい、うるさまより、ヘステティックマジック、下穴までもこっちも繋がんないしね、絶妙に繋がらないこれ。ウィスアトラヘンディ、あと1、2、3連かな、とりあえず。どっちから行こう。
まあさすがに L からがいいか。トントンぐらいですねこれね。おい、ほら相手があと1連2連でしょ。完全トントン。そう、下段つながればこれ有利なんだけど。オッケー、これでもう打ってられるよね。え、こっからですよ。穴場なく多分来てる状態なんでちょっと不利です。相手は置きミスしてるけど、こっちの穴場の方が若干影響する。ほいほい、ほらまずい、ずれてしまった。あー刺さっていったー、マジかー。 TV の横置きしてから LJI と行けば惚れたよ今の。もったいねー、横置きしようと思ったのが縦置きになってしまったー。